シェルパチャンネル。はい、えー、皆さん、こんにちは、シェルパチャンネルです。えっ、ー、と、今日、今ご覧いただいているようにですね、今日はゲストの方をお迎えして。お送りしたいと思います。えっ、ー、と、私が勤めている、あの、東京学芸大学の、あの。尊敬する同僚の先生でもあって、<laughs> まあ、もう、皆さん、多分。 お顔を今見てる時点で、どなたかっていうことは、あのお分かりになるかと思うんですが、ご紹介させてください。えっ、ー、と、東京学芸大学の、教授の高山良樹先生です。はい、えー、みさん、こんにちは。高山良樹です。よろしくお願いします。はい。薄倉先生のお隣に、いつも研究室がありますけども。はい。はい、あの、とても仲良しだと、自称、私自称とても仲良し。<laughs> <laughs> にさせていただいている先生です。はい。いつもお菓子とかね。はい 交換したり、はい、してますけどね。はい、おかしい友達です。はい。はい。今日はあの先生お越しいただいてありがとうございます。お忙しい中こちらこそお呼びいただきましてありがとうございます。はい。あの高山先生といえばですね皆さん多分あのえっ、ー、と発音指導とかあの音声面に関することでたくさんご著者もありますし、まああのもっと有名なところでいくとねあの NHK のあのイ、e、ーテレの番組に先生はいあの 二種類出てらっしゃると思うんですが、はい。そうですね。あの中学生用の AA 号という番組と、はいそ,ね、それからちょっと大人向けのといいますか、はい、あの速力正解はシリーズというのを、えー、数年前までねやってました。はい。はい、そうですね。先生もあの何年ぐらいになりますか。AA 号の一年目から。 らか英語は全部,で、うん、全部で4年間続いたんですけど、<あ>ただ再放送が2年間あったので,でえっと、ね、一番最初は2015年からスタートしたのかなそうですか、じゃもう、はい、7年、8年前ぐらいです、ね、そうですね、まだ私もあのピチピチと <laughs> 若かったころ <laughs> ですね。<laughs> ちょっとあのノ,ノーコメント<ー> <laughs> それについて嘘です、冗談です。今は、あれですよね、はい、今の今はあの先生ご担当の番組って再放送はあの<あ>されてないですか今はないですね。そうですか、はいあの。皆さんもね、ご覧になってた方多いと思うんですけど、あのまあ、音声トレーニングとかの方法もたくさんこれまで先生あのご提案されてきているわけなんですけど、はい、今日ですね、実は。 高山先生をお招きしたのは、あの、高山先生が最近ですね、えっと、あるデータベースをご研究でお作りになって、それはあの、誰でもアクセスができて使えるとても便利なものなんですけども、えっと、総合的英単語発音データベース。 総合的英単語発音データベースというもので、はい、あのそちらをぜひ、ですねシェルバチャンネルであのご紹介させていただくと、あのご覧になっている皆さんにもあのお役立っていただけるんじゃないかなというふうに思いまして、はい、あのお呼びをしたとところでですすすありがううございますそうですね2021年に、えーはい、公開をしているんですけど、あのネット上であのどなたでも使うことができるんですけども、あの今、薄倉先生が。 おっしゃっていただいたあの舌を噛みそうな、なんでこういうネーミングにしたのかなっていうね、ちょっとネーミングのセンスを見て、はいたいこれ、高山先生、こうはご考案ですか、総合的英単語データベース。当時はかっこいいなと思ってたんですけど、<laughs> あの今考えるとこう舌噛みそうで、自分でも忘れるんですよね、名前をね。あのあはい、総合的英単語発音データベースといいます。すはい、はい あの早口言葉の練習にも皆さん、お使いください<あ>、はい、そうですね、ぜひぜひお願いします。<laughs> はい、であの今日はですねあの、ま、それがどんなデータベースなのかということと、うん、あと、まあ、そもそも高山先生がなぜそれをねお作りになりたいと思ったかみたいなあの、はい、背景についてもちょっとお話を聞きしながら、うん、皆さんにご紹介したいなと思っています。はい、でこれどっちが先が先先いいのかな、えー、と高山先生まずはあの 実際に画面共有して皆さんに見ていただく前に、あのすごく簡単で構わないので、はい、これどんなデータベースなのかっていうことと、あとそもそも先生がなぜねこういったものを作ろうっていうふうに思われたかっていうのをお聞きしてもいいですか？あ、はい、わかりました。あのまあどんなデータベースかということなんですけども、まあ簡単に言うと小学校、中学校、高等学校のまああの主な教科書ありますよね。うん、教科書に出てくる 英単語にあのいろいろな発音の情報をこう載せたあそういったデータベースになってて、はいえー、例えばあのいろんな発音の情報っていうとあの音節の数であるとかあ,、はい、あとあの、まあ、どこにあのアクセントがあるのかってまあ、強弱パターンみたいなの、うん、いろんなパターンがあると思うんですけどの強弱弱とか弱強。はいはい ジャックとかあの、いろんなパターンがあるけどそういうようなあのパターンとかを個々の単語にこう付与したりあ,あとまあジャンルですねどういうスポーツの単語なのかあ科目名に関する単語なのかっていうそういうあのいろいろな情報を あの発音の情報とともにくっつけた、そういうデ,、まあ、データベースになってます。なるほど、すごい、はいあの、教科書に出てくる単語といわれてるものは全部そのデータベースに、小,小中高でおっっっししゃってましたっけあそうですね、あのただあの、全部ということではなくて、えー、っと例えば小学校の場合だと、まあ、当時の、レッツ・トライと、小学校3年生、4年生のレッツ・トライと、 それから当時の WeCAN という教科書を小学校で使ってたと思うんですけども WeCAN に載っていた単語ですよねそれはすべて入れてるんですけどもあと中学校に関しても当時ですから2016年度かな2016年度に出た えと中学校の全6社の、はいえー、全部で18冊の教科書の単語は、はい、あの一応入れてはいるんですけれども、はい、その後であので、ー、例えばあの固有名詞とかで、えー、取り出しちゃった抜いちゃったものとか削除したのもありますのですべ、はい、てがすべて載ってるっていうわけではないんですね。でもか,かなりの団子 <laughs> つですよね。あのそうですね。小、はい、中に関してはそうですね。で、高校に関してはあの高校って教科書すごいたくさん出てるじゃないですか。そうですね。何ってあります、ね。すよね。で、はい、あの最初はちょっとね、あの欲張ってもう全部入れちゃいみたいなことも計画はしてたんですけども、はい、あのすぐ挫折しまして、はい。えっ、ー、とちょっと計画を変えて。 あの2018年度の、はいえー、コミュニケーション英語1いわゆる必修科目、必理修科目ですよねコミュニケーション英語1の、はい 1> えー、なんていうんでしょうかねあの優しめの中学優しめの教科書と中程度の教科書と、うん、一番難しい教科書のそれぞれの,あの採択率1位の教科書の。 を入力したいう感じですね全部やるととんでもない量になるから、挫折を経た結果、ちょっと私もそうです。体が弱いので、ちょっとこれは体壊すかなと思ったので、ちょっと計画を変えまして、そんな。でもよかった、それはもしね、少子貫徹されたら、高山先生、縁起でもないですけど、ここにね、いらっしゃらなかった可能性もあるぐらいの。それはかなり縁起悪いですね。 <laughs> はい、よかったです,ですよあの、ご無事でいらっしゃる範囲内で作っていただけて、よかったです。<laughs> はい、良い判断をしたと思いますね。じゃ、はいはい、あの、えーと、どうして作ったかってお話、ちょっとまた実際見ていただいた後にあ,あのに、ねはい、していただくといいかなと思うので、早速なんですが、ちょっと画面共有していただいて、あのそのデータベース、えー、総合的英単語発音データベース、はい、ちゃんと言えた。<laughs> こちらを ご紹介ください。お願いします。はい、わかりました。じゃあちょっと今、共有させていただきます。少々お待ちください。はい、あはい、見えております。大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。えー、っと、こちらの、ちょっと待ってくださいね。いはい。あ、これ、先ほど言いましたように、 あの小中高の教科書に今、青字で出ているような情報を入れているデータベースになっているんですがあのこのデータベースというのはあの東京学芸大の私の研究室のウェブサイトがあの今ご覧いただいているものがあってこの,あの上の方に総合的英単語発音データベースはこちらからというのがあるのでここをあのクリックしていただくと、はい。 こちらのサイトに飛ぶんですね。これどなたでもどなたでも無料でクリックさえすれば行けまうってことですか、ね。そうそうですね。あの課金<ー>課金をしなくても大丈夫。課金なしで、はい、課金なしあの太っ腹で、はい。そうですね。はい。はいや、はい、いえ,いえはい。あのどなたでも使うことができるので、あのぜひ今日ご覧になってからあの試していただきたいなとも思ってるんですが、あのこちらのまあページの中に。えー 小学校、中学校、高等学校のデータベースがあの3種類あの用意されていてで、中身はどうなっているかというと、はい、こんんななにっているんですねす、はい、目がチカチカして、ちょっと目が弱い人にはあの大変かと思うんですけれども、あの左側にあの単語がこう入力されていますよね。 で、はい、あのそれぞれの単語の発音に関する情報がずらーっとこう載っているというものなんですね。うん、で、これちょっと小さすぎると思いますので、えっと左右でちょっと分割して拡大したものをご覧いただきたいと思います。はい。はい。お安<ー>、はい、くなりました。はい。良、はい、かったです。えー、このようにあのそれぞれ単語があって。 えーまあ、先ほど言ったように、まあ、発音に関する情報ですよね、えー、発音記号とか分、うんえー、この分かち書きをするときに綴、まあ、り状どこで区切るかというような分哲の情報とかあと、まあ、オンセットライムってちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけれどもあの一音節後の場合その、えー、っと母音の前の子音ですね。 がオンセットと呼んでるんですけれども、はい、あのシーンがどんなものがあってうん、うん、あと母音の後ろに、えー、あるものライムと呼んでるんですけれどもそういった情報とかあと,、えー、とシーン結合ですね、うんえー、例えばス「ストリート」だと、えー「ストルッ」っていうのがあのシーンが「ストルっていうふうに3つ連なっていて、はいはい、こういうのをシーン結合って言ってますよね。 えー、それがあるのかないのかとか、で経血もあるとしたらどこにどんなのがあるのかっていうのがこういういうに右側の方に書かれているものですね。はいでえー、それから、まあ、こういった品種であるとか音節の数とか、えーまあ、リズムパターンっていうのはいくつの音節からなる単語でどこを強く、まあ、発音するのかっていうこういうパターンなんですけども、まあ、こういった<ー>まあ情報とか えー、あるいはまそのそれぞれの単語のジャンルってありますよね。まさっきおっしゃってましたね。なんかスポーツの単語とかう、はいうん、そういうやつですね。食べ物の単語とか<ー>ま乗り物とか<ど>動作を表す言葉だよとか、はいえー、そういうような情報がジャンルのところに付与されています。うんうん、それからカタカナ語があるものに関しては対応するカタカナ語と、えー、それからカタカナ語のまあ、えー、音の塊の数でモーラ数っていうところに。うんうん 書かれてるんですけども、まあ、こういったような情報とか、あと最後、えー、一番右側に日英ギャップっていうのがあると思うんですけども、これはあのカタカナ語の音の塊の数と、英語の単語の音節の数のこの数のギャップを、ここに数字でで示してるんですね例えばみたいなの、うん、先生、ちょっとご紹介いただいて。 であると思うんですけども、はいはい、トラディショナルってカタカナ語で、まあ、トラディショナルって、まあ、結構使えますよね。のであの真ん中にトラディショナルというのが書かれてるんですけどもあのトラディショナルっていうのは日本語ではトラディショナルなので6モーラ6つの音の塊なんですが英語ではトラディショナル。 なんで4音節なので、はい、6引く4で日英ギャップが2あるということなんですね。なるほど。はい。だからあのトラディショナルという、まあ、単語を発音しようとするとどうしても日本人英語学習者はカタカナ語につられてトラディショナルって発音しちゃうんですけどうん、うん、そうするとこう顎の動きがもうたくさんある ガクガク動いて、えーそのまあ、ギャップが2もあるっていうんですかね、うんえー、ギャップが多いものほど、英語の本来の発音とはかなり、あのー、離れてきちゃうという、そういうギャップを表した、なるほどそういう数字になってますい通。通じにくくなる可能性が高くなっちゃうかもってことですね。とトラディショナルって言っても、うん、多分あの英語防護者の人とかには、うん、もしかしたら通じないかもしれないっていう。 ようなことがあるから、うん、ちょっとそのギャップが多いものは注意しなきゃいけないみたいなことがあるってことですかね。あそうですね。やっぱり、うん、あの、トラディショナルっていうと、んうんうんうんなのだけれども、それを日本語発音で、んふんうんうんうんってやると、かなり違いますよね。確かにハ、ハミングだと分かりやすいですね。はい、全然違う歌に聞こえる。そう,そう、英語だと、はい、トラディショナルっていうのは、んうんうんなのに、それを 日本語発音しちゃうと、<laughs> うん、ふん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 、日本語のもかなっていうふうに、あのちょっとこう一致、マッチできない可能性があって、やっぱ通じない可能性が大きくなるんじゃないかなというふうに思いますよね。だからこういう日英キャップみたいな情報を、このデータベースにも付与されたってうことなんですね。 データベース自体はこういう内容になってるんですが、はい、あのこのデータベースの中に、検索条件というのを、はいえー、指定する画面もありまして、今からちょっとお見せしますけども、はい、ど,どうやって私たちはこれを使って、何ができるかみたいなことですね、うん、そうですねぜひお願いします。はい、ちょっとじゃあ検索条件の画面を見せますねはい はいこちらなんですけどはいこれはうすくら先生大丈夫ですかねまだ多分大丈夫大丈夫ですけどでもこれはあの大変細かくて申し訳ないんですけどもこれ多分ですねあの一文字一文字をちゃんと認識できる方はまだ老眼鏡は必要ないですね私はもうダメなので老眼鏡を買いましたけれどもちょっと画面を大きくしますねお願いしますはい。 まあこんなふうになってましてあ、はい、あの検索条件であの自分でこう単語を打ち込んでさっきのトラディショナルとか打ち込んでポンって、えー、ボタンを押すとトラディショナルに関する音韻情報というか発音の情報をすぐ取り出すこともできますし先ほどちょっと申しました、はい、1あの一音節後に関してはこの音セット、うん、あのどんなシーンで始まるのかというのを指定してこういう例えばブッ。 で始まるあの一音節の単語を取り出したいというときは、この「部」を選んで、えー、検索することもできるんですけれども、はい、まあこういった音セットライムの情報とか、はい、あとさっきの新結合がどこにどんな新結合があるのかということをこう指定をして、<ー>そういった単語を取り出すこともできるんですね。はい、これが全部その教科書に 出てきてきいる単語が元になっているから、選ばれるものは全部どこかしらの小中高の先ほどの教科書に出てくる単語ってことなんですよね。うん、はい、そういうことです、ね、のだだ、はいはい、えー、あと、まあ、こういった品詞あの例えばまあ同じ、えーまあ、見かけは同じ綴りとかであっても、品詞が違うものとかありますよね、名詞とか動詞とかってあるので、はい、あの名品詞で、えー、指定することもできますし、あと音節の数とか、 リズムパターンとかうん、うん、あとジャンルですよね、えーはい、食べ物とかスポーツとかっていうことをここで指定することもできます。うんうん、あとカタカナ語さっきのだと例えばあトラディショナルってカタカナ語があるからトラディショナルって打つとさっきのトラディショナルっていう,うん、うん、英語のトラディショナルのまあ情報が、あのー、すぐに はい,はい。探すことができるっていうことですね。ああはい。なるほど。あとさっきの日英ギャップっていうのでも。うん、あの、ちょっとギャップが大きいやつを探したいとかって。ギャップ六とかですね。く、六とかっていう単語もあるんですか。はい、ギャップ六はね、えー、何でしたっけ。あとですね。ねブレックファ、ブレックファストかな。ブレーツクファーストって。朝ごはんってカタカナ語だと。ブレーツクファーストなので、七で。 Breakfast だと2音節だから7-2で、あ、これ5ですね、ごめんなさい。日英ギャップ5ですけど、ねね、かなり大きい方ですね、あの<ー>朝ごはんの Breakfast で、ブレックファーストって発音しちゃうと、本来英語だと Breakfast breakfast、うん、なので、ギャップがまあ5つもあるっていう、そういう、はい。だからそういったギャップが大きい単語。 どんなのがあるのかなっていうことを調べたいときは、うん、この日英ギャップっていうのをこう選んでいただいて、はい、えっと一番下に検索するっていうボタンがあるので、えっと、これをクリックすると、瞬時に本当にまあ1 2>、うん、1> 2秒でえ自分の欲しい単語の情報をこう探すことができるっていう、作りになってますお1、2秒っていうのは、まあ、なんかすごい早いですね、本当に瞬時に。 出ててくるっいいいううのはありがたかもしれれなそですねこ結構、自分で調べると辞書引いたりして大変なのではい教科書の後ろに載ってる作品を見るってしたって、ねそうやってあ A からのやつでどれだどれだって探していくのは、もうちょっとそれこそ計り知れない時間がかかってしまうから、これがあるとね単語をピックアップしてちょっとね発音練習させたいなとかいうときにも便利だなって今、聞いてと思いました。ははいい であのー、今ちょっとあの実際のそのデータベースの中身をご覧いただいたんですが、はい、多分あのじゃあ実際どうやって使うのっていうのが、うん、多分ちょっとイメージしにくいと思いますので、はいあのー、ちょっといくつか動画でこんなふうに使うんですよっていうのをちょっと短いあの動画なんですけども作ってきてましたので、はい、えちょっと今から2つほど。 ご覧いただければと思いますけど、はい、いいですか本当にあれですよね1,2秒で本当に出てくるかっていう <laughs> 検証もできますねいそ,れは、はい、それはちょっと怪しいかもしれない, <laughs> い,やいや大丈夫かな大丈夫だんだ分かっておりますでは <laughs> よろしくお願いしますはい、一、はい、つ目をお願いいたします、はい、ちょっと音が流れますのでもしかしたらおっかいかちっちゃいかちょっとわかりませんが気をつけてくださいあ、はい、じゃあ高山先生のお声もにも注目しつつ はい。あ、ご本人出演ですよね。ご本人の声でってことですよね。あ、そうですね。ナレーションは、はい、わかりましたで。ではちょっとお聞きください。お願いします。はい、総合的英単語発音データベースを使って、語頭にスっての新結合を持つ中学校レベルの名詞を取り出していきます。え、中学校レベルですので。 小中高あるデータベースのうち真ん中の中学校データベースをクリックしますすると中学校の検索条件を入れるサイトに飛びます検索条件は五島に新結合を持つものということですのでこの新結合五島の 中から ST の新結合を選びチェックしますそして品種は名詞ということなので名詞をクリックしますこれで条件を入力することができましたので最後にこの検索するのボタンをクリックしますすると 28個の単語を取り出すことができました一番左側の音声ボタンを押すと発音を聞くことができます s t a d i u m s t a f f s t a g e s t はい、このようになりますはい、こんな感じなんですけども 音大丈夫でしたか大丈夫でした。聞こえました。なんか高山先生いつもの授業なさっている時と比べると、若干なんていうか、落ち着きのあるというか、あの、テンション低めみたいな。はい。そうなんですよ。もちろんゃんい。聞けますけれども。もうちょっとテンション高く録音すればよかったんですよ。これね、午前2時に、午前2時に録音したので、 ちょっとあの周りをご近所さんに迷惑にならないように、ちょっとテンション低めで、なるほど、<laughs> はい、なんか午前,、はい、午前2時だってお伺いしてからだと納得の、あのはい、ちょっとすみませんあの、聞きづらいえいえ、そんなことはなかったです。はいはい、あと、ね、一個一個の発音も先生、ご自身であの発音なさってるってことは、こんその何百個なのかな、分かんないけど、すべての単語、先生、発音、録音されたってことですか。 はいいいよく聞いてく聞てれまました<お>ありがとうございます、はい、これねあのこれねって言うとあれなんですけどもこれはですね <laughs> あの、まあ、全部で6000語ぐらいあるデータベースで実はこの計画を立てた時には、はい、あのネイティブスピーカーの方に録音していただく予定で計画を立てたんですがあのやっぱりコロナの関係であのちょっとうまく手配がいかなくて。 ネイティブの方にお願いするのを諦めまして、それで急遽自分で録音することにしたんですね。で、それで結局、6000語、約6000語、これも午前2時とか午前4時とか、雑音が入らないときに、テンション低めで、はい、録音しました。大変でねそはうす 音声を入れれるのがももしししかかたたら一番大変だったかもしれませんあそうですか、はい、その単語のタグ付けとかする以上に、6000語の音声を一個一個、あと、まあ、あ<ー>ちょっと申し訳ないんですけども、あのはい、このデータベースに出ている発音記号と私の発音が、はい、あの完全にマッチしていない場合もあって、ちょっとズレがあったりするかと思いますので、その辺はちょっとご容赦いただければと思いますが。はいはい はい、いや、そうですか、でも私、あのすみません、余談ですけどねあの、昔、学芸大で教えてた英語科の,あの帰国子女の学生がいたんです、先生もご存知の学生なんだけど、その学生がね、はい、あの先生の教科教育法の授業かな、なんか受け,た受けてて、その感想みたいなのを話してた時にあに、その子が高山先生の英語の発音は、 あのネイティブですって言ってて言ましたで私もあのその通りだと思うんですけど、<あ>はい、なので、林先生が6000語録音されたっていうのは、なんか本当大変だったなと思う一方で、うんあの、ネイティブスピーカーに頼んでいなくても、十分に音声としては大丈夫であるというお墨付きがあるあ。 はい、ありがとうございます。それすごく嬉しいお話で、それ早く聞いてたら、たぶんその学生にもっといい成績をつけてたかもしれないですけど、今となってはちょっと遅いですけどね。ありがとうございます。それは知らなかったです。お疲れ様でございました。ありがとうございます。もう一つあるんでしたっけもう一つじゃあそのテンション低めの声になりますが。はははいいいお願しますで えー、総合的英単語でめ次ですねこちらですはいでは流します高校レベルの2音節の単語で、えー、嬉しい悲しいといった感情に関する単語を抽出していきます、えー、高校レベルですから、えー、この三つ目の高等学校データベースをクリックします 検索条件は2音節ということですので、ここの音節数から2を選びます。そして、ジャンルのところから、感情ですね、を選びます。そして、この検索ボタンを押します。すると、19の英単語を抽出することができました。 左側の音声ボタンを押すと、発音を聞くことができます。はい、このようになります。はい、あ、こんな感じなんですね。すねはい、ありがとう。結構あれですね。ジャンルの、あの、プルダウンリストみたい、ですけど、すごくたくさんありますね。うん、あの、感情とか、ね、人物とかのが。はい。はい やっぱりあの教科書に出てくる単語なので、あの、それなりにやっぱりいろいろなジャンルがあって、あの、本当に小,小学校から高校までの教科書の単語入ってますので、はい、まあ、それぐらいの、そうですね、ジャンルがあったかと思いますね。うん、はい、はい、ありがとうございました。実際、やっぱりこう動かしている画面をね、拝見すると、あのデータベースの使い方もすごくイメージができるので、皆さんぜひね、あの、えっ、ー、と、URL で。 高山先生の研究室行っていただいて、はい、あのいじってねあのいろいろ見ていただけたらなというふうに思いました。はい、はい、そうですね。ぜひそうしていただけるとあのすごくあの嬉しく思います。はい、はい。ありがとうございます。で先生あの今回のねチャンネルあの次回も続くんですけど今回のチャンネルの最後にですねなぜ先生があのこのデータベースを作ろうと思われたかっていうのをぜひお聞きしてあの今回1回目を終了したいと思うんですが。 はい、わかりました。一回じゃあ教、共有。ね、はい、はい、止めますね。止めていただいて大丈夫です。はい。はい、はい。あの、なぜこれをお作りになろうというふうに思われたんでしょうか?。そうですね。あの、まず。あの、まあ、小学校、中学校、高等学校の、まあ、授業等を拝見してて。あの、発音指導が、あの、意外とうまくいってないなっていう思いをずっと持っていて。うん、というのは、はい、あの、まあ。 あその指導って、まあ、よくあの単語の進出単語とかを導入するときとかに、a ス、うん・ d ン e リピートみたいな感じで、まあ、先生がモデル、あるいは、まあ、あの CD 音声かもしれないんですけども、音声モデルに続いて、生徒がこうリピートするじゃないですか。はい、で、その時に意外と、なんでしょう、先生方って、 あまりこう生徒の発音を聞いてない、あの聞いてるのかもしれないんだけども、うん、フィードバックが少ないなっていうような思いをずっと思っていて、まあ、い言わせるだけじゃないけど、リピートして、何かしら生徒が声に出して言ってれば、とり、うんまあえずそ,そ,その場はそれでっていう感じで進んでいくようなそうですね、その場面がとても多いなっていうのが気になってて、もちろん中には、あの先生方の中には、あのまあ、例えば、 L と R の発音、日本語と違うから気をつけようねとか、うん、TH の発音、ここあの、日本語にはない音なので、こうやって出すよってやって、まあ、ちょっとした発音のティップスみたいなのをおっしゃる先生も確かにいらっしゃるんですが、あのはい、ただ、そのコメントというかを聞いてても、結構、ミクロっていうんですかね、細かいところへの指摘が多いのかなっていうのが、すごく気になってて。 さっきの例えば「トラディショナルっていうのがあの英語だと「うん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 」って4つの音節なんだけども、うん、どうしてもリス・アンド・リピートすると意外と生徒って「トラディショナルトラディショナルとか言って<ー>結局なんか日本語になっちゃってたりするんですよね。はいはい、で、うん、それに対して先生方のフィードバックがあまりないなっていうのをこう常,々常々感じててあのやっぱり さっきもちょっとお話に出たと思うんですけれども、本来の音のこう形が、まあ、完全に崩れてるわけですよね、トラディショナルってなると、はい、音の塊が増えてて、うんえと、本来のトラディショナルっていうのとこうかなりずれがあって、やっぱり通じにくくなってるんですよね。うんえー、ちょっと私もも実験であのどれぐらいい通じなくなななくるかなみたいなのも やってみたことあるんですけども、はい、やっぱり通じないですよね、はい、かなり。なるほど。そうすると、やっぱり、あの、何のための発音指導かというと、ただ単にこう、な,あなんでしょうね、ネイティブのようにこう、ペラペラ、かっこいい発音したいっていう、うん、まあ、そういう気持ちも高校生、中学生あるでしょうけども、やっぱり一番大事なのは、あの、別に日本人のジャパニーズ・イングリッシュでいいんだけれども、うん 何でしょう自分の発する英語が相手に通じない <laughs> つまりコミュニケーションとして役立たないってなるとあのやっぱりすごくもったいない学びをしてるっていうんですかねある、はい、と思うのでそういったあの発音指導の際に先生方がもうちょっと発音をこうマクロに、うん、あのどういったリズムのパターンを持ってるのかとか音節の数は英語だと これぐらいなんだよみたいなところを意識して、うん、でかつ、あのー、そういった、あのー、意識をしていただきながら、生徒に、あるいは児童に発音指導をされる際に、なんかこう、役立つ、うんえー、データベースがないかなということを、まあ、思っていて、はい、でで結構、探したらあの <laughs> なかったので、うんあ、これはちょっと自分で作ろうかなと。というのがきっかけですね。はい ありがとうございます今ね、ちょうどあの先生、最後に、はい、じゃこのデータベースを、ね、発音指導に生かしてもら,えもらいたいと思ってお作りになったっておっしゃってたので、はい、あのぜひちょっともう一回先生、次回のチャンネルもです、ね、ゲストにちょっと来ていただいて、はい、あのお作りになったデータベースを、ね、ど指導にどういうふうに役立てられるかって、アイディアをあのご紹介いただきたいなと思うので、はい、あの拒否権はないんですけども <laughs> あの来、次回も来ていただけますか。はい はい、わかりましたあの。拒否権がないということなので、よろしくお願いします。いやいや、あの喜んで、はい、ありがとうございます。はい、お誘いいただいて。はいはい、ではあの、皆様、今回のシェルパチャンネルはここまでということで、はいあの、次回も高山先生をお招きして続きをやりたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。では、また次回もよろしくお願いします。よよよろししくお願いまますすささううななら、ら終わります、はい